えー、お疲れ様です、えー。本日は10月9日水曜日朝6時です。相場解説になりますね、えー。今月の20日から25日は相場解説ができませんのでご了承ください。えー、ちょっとね、インターネットの環境のあまり思わしくないところに行くんですよ。で、申し訳ないんですけども、1週間は私の都合で非常に恐縮なんですけども、えー、お休みということにさせてもらいます。えー、お見知りおきくださいませ。で、 今日なんですけども、まずはね、レンジからの相場観察を始めて、27時、明日になりますけども、この FOMC までテクニカルで見ていこうと思います。ご覧のようにね、今、冷足を見ていただいてるんですけども、冷足の方、目立ちにくいんですけども、ぐーっと伸びたものが陰線によって止められてますね。この陰線、例の形が見えれます。ね。で、その次に見えにくいんですけども、今、線のようになったね、 陽線が出てます。これが形成中です。で、この特徴もうわかりますよね。で、その次が今、形成中なんですけども、今のところは、えっ、ー、と、陽線になってるってことですかね。陽線っていうのは上に向かう線ですけどもね。さあ、こういう風な中でどういう風になっていくのかを考えていきましょう。とりあえず上に伸びる動きっていうのは一旦止まったのかなってとこですけども、このローソク足のおかげでちょっとわかんなくなってきました。はい、次は4時間です。 4時間でこちらに弾かれてグイッと上がるかと思ったんですけどもそこまで強く上がってないみたいな感じですねなんかグーッとねまあ、ある一定のペースでスローなペースで落ちてきたのがまたスローなペースで上の方に上がっていこうとしてるのかなってことですでここまでペースが遅いとこうブレイクといえるほどの長さでもないし、えー、スローなペースとブレイクほどの中間ぐらいのスピードなのかなっていうところで昨日みたいにね 狙い目はあったんだけども、エントリーするポイントがなかったってことです。営業時間がありますんで。だから、このカクンと折れ曲がるね、この赤い移動平均線ぶつかってグンと上昇するところが、昨日のね、夕方5時までに来てくれれば、利益は取れたんですけども、タイミングは外れましたよね。そういったところが、この図から確認できるんですけども、とりあえず、あの、もくんだところで跳ね返ったっていうのは、昨日の相場解説の中で合ってたでしょ。 赤い移動兵器戦ぶつかって変わるっていうのは。まあ、だから、だからどうなるってことですけどね。そこまでは合っていたんだけども、速度が来てなかった。ローソク足の形成されるスピードが遅かったんで、タイミングはまあ取れなかったよねってことです。ただし、全体の動きは、昨日考えたシナリオ1だったよねってことですよね。で、1時間の方行ってみますね。はい、1時間。ここで、まずレンジで見てみようかなってところなんですよ。 うん。昨日の分析もね、ちょっとね、ミスったといえばミスったんですよ。というのが、レンジをこういうふうに重ねていって、レンジインレンジからレンジがこういうふうに移行していったよっていうところだったんですけども、で、シンプルにね、こういうふうなチャンネルラインだったんじゃないかなってことを考えてもよかったんですよね。うん。はい、まあ、これはもう後の祭りっていうかね、どの、そのチャンネルラインを優先的に見るのか、それともこのレンジを優先的に見るのかっていうふうな、トレーダーのータイプの、 違いでですすからね私の場合は常にレンジなんですよで皆さんもだから常にレンジを見るようにならされていると思いますけどもそっちの方が勝ち越す確率はぐんと高いですからチャンネルラインという発想はねあの結局セルしか思いつかなくなっちゃうんですよ昨日みたいにで跳ね返って上に行くその4時間の移動平均線の赤いところにぶつかった瞬間を1時間と照らし出して狙おうみたいな発想にはなんないんですよねもちろん両方が使い切れるといいんですけどもそうなると 今度は、両方とも気になっちゃってね、あっち行ったり、こっち行ったりして、最も勝ち越せない。そういったリスクも生まれてきます。ちょっと難しいこと言ってるようで申し訳ないんですけども、えー、一つのタイプとして、こういう風なね、あの、なんですかね、チャンネルラインを優先的に見ていくタイプのトレーダーさんと、レンジを基本に見ていくタイプのトレーダーさんっていうのがいるんですよ。で、私たちはレンジをいつも意識するタイプです。 ですんで、昨日はね、結果的に利益を取るような挑戦できなかったんですけども、勝ち越すための最良の方法だと思います。はい。繰り返しますけども、私はレンジを基本にするトレードですからね。うん。トレード手法の中には、その他にチャンネルラインを作っていくって発想もあるってことなんですよ。チャンネルラインの方が使い勝手が悪いんで、私は進めません。昨日たまたまチャンネルラインが優勢だったっていう日があっただけですけども、今までそんなことはなかったですからね。やっぱ数年間で。 はい、繰り返しますけども、今日はレンジで見ていった方がいいと思いますので、レンジともなると、一番下のポイントというのは、ここにはなるんですけども、さすがにこういったところにはもう来ないと思いますんで、えっ、ー、と、おそらく、第一発目のレンジっていうのは、こういうふうにちっちゃく作られると思いますね。もちろん、こんなにちっちゃいことはありませんので、ここから新しい展開を見ていくわけなんですけども、とりあえず、ここに今、レンジができたよねっていうのが、最近のと10時間ほどの 結果です。ね、ローソク足1本が1時間ですから、だいたい10分ぐらい収まってるでしょ ?10 時間かけて、このレンジができたよってことです。すごくちっちゃいレンジがね。はい、ということで、当面は、このレンジがどっちの方にブレイクしていくかっていうことを見ていって、それに合わせてエンドにすればいいと思います。それが午前中です。合わせて午後からの展開も考えていけばいいです。ブレイクするスピードが上の方に速いようでしたら、それは継続して、 えー、まあ,あのトレンドではないですけどもね新しいレンジを形成してそれで取っていくっていう機能の逆バージョンをやっていけばいいってことになりますねはいということでございますそれではまた後ほどお会いしましょう